ようこそ、ゲートはどうも、そうじゃないそうです。ということで、今回はですね、35枚目シングルで起こりうる5つのこと はいこちらやっていきたいと思います小木坂オーティシクス35枚目シングルの発売が決定しましてまあ、次回ね選抜発表もあったりだとかまあ、いよいよね35枚目シングルの期間が始まっていくぞっていうことなんですけれども僕はねそんな35枚目シングルで起こりうる5つのことということで勝手にね僕が予想するというか勝手に僕がこれ起こるんじゃないかなみたいなのを5つ挙げさせて紹介していきたいなと思いますまあ、もちろんね選抜発表についてだったりだとかまあ、それ以外も35枚目 シングルで起こりうる5つのことに絞ってねまあ本当にたくさんあると思うんですけれども5つ今回は話していきたいなと思います是非ね皆さんもこの35枚目シングルの期間で起こりそうなことありましたら何かありましたらコメント欄で書いていただけると嬉しいなと思いますそれでは早速やっていきましょう はい、ということで、35枚目シングルで起こりうる5つのこと。まず1つ目は、2作連続ダブルセンターということでね。まあ、この35枚目シングル、もしダブルセンターだった場合、2作連続のダブルセンターになるということで、まあ、前回ね、35枚目シングルは柿作のモノポリーね、柿作のダブルセンターだと思うんですけれども、今回もダブルセンターだったら2作連続でね、ダブルセンターになるっていうことで、ま、この連続でダブルセンターが来るっていうのは、過去のね、乃木坂の シングルでもなかなかあないことを、まあ、ある3連続でね、17枚目シングル、18枚目シングル、19枚目シングルっていうインフルエンサー、逃げ道、いつかできるから今日できる、ここでね、3連続ダブルセンターっていうのはありましたけども、まあ、なかなかあないことなのかなと思うので、もしね、35枚目シングルダブルセンターだったら2作連続ダブルセンターってまあこれもねえ、全然起こりうることなのかなと思います。まあ、ただ個人的には今回は単独なんじゃないかなっていうダブルセンターの可能性は低いのかなって個人的には思ってるんですけども、まあ、これは完全にね、僕の、ね、予想でしかないんで、まあ どうなるかわからないということで試作連続ダブルセンターっていうのは起こりうるんじゃないかなと思います次2つ目が新センター誕生と いうことで、ま、これもね、十分起こり得ることなのかな、っていう感じで、え、ま、新センター、今まで表題曲でセンターをやってきてないメンバーが、新たにセンターになるっていうね。これはもちろんね、ダブルセンターの一角、ダブルセンターの一人とかもあり得るし、32枚目シングルの久保ちゃんみたいな感じで、え、あり、あるありますし、ま、ダブルセンター二人ともね、新センターの可能性だってもちろんあるし、ま、単独センターだったらもちろんね、え、新センターって新たなセンター誕生っていうのはね、あるんじゃないかな。前回34枚目シングルで言うと、下記作のダブルセンターだったの ので、新センターではなくて、えー、センター経験者の柿作の2人がダブルで2人でセンターにのまあ、このダブルセンターをでっていうのは初でしたけども、もまあ、センター経験しているメンバーがセンターになるっていう形でしたけども、果たして今回はどうなるのかということでこの新センターがね、えー、誕生するシングルになるかもしれません。次3つ目はアンダーライブ開催と。 いうことで、まあ、これはおそらく、ほぼほぼ開催はあるでしょうと、開催されるでしょうっていうことでね、35枚目シングルアンダーライブっていうね、まあなんか最近34枚目シングルアンダーライブ終わったばっかでね、えー、なんか次のアンダーライブっていうね、感じでちょっと早いなって感じですけど、まあこのアンダーライブに関してはね、ちょっとこう情報が出るのもお先になるのかなと思うので、えー、まあ開催はされるでしょうけども、まあ果たしてね、会場どこになるのか、まあ日程ね、どうなるのかとか、まあ,あまたやっぱアンダーのセンターですよね、アンダーライブの座長今回 は誰にななるのかととといいうところ楽しみだなと思いま,すまあ、おそらく開催はあるんじゃないかなと思います。4つ目は、トゥエルブスバスラで初披露ということで、まあ、これが一番大きなというかね、35枚目シングルならではのっていうところなのかなと思うんですけれども、トゥエルブスイヤーバースデーライブ3月7日、8日、9日、10日、4日間にわたって開催されますけども、そのトゥエルブスバスラで、三十35枚目シングルのね、表題曲が初披露されるんじゃないかな。まあ、もしかしたら表題曲だけじゃないかな 可能性もありますけどお初披露されるんじゃなないいかなっていうことで、まあこれは本当ね日程的にもというかあバスラの時期考えてでまあこの35マ目シングルねの時期考えても,もめちゃくちゃ可能性高いんじゃないかなと個人的には思ってますこの『トゥールブスバスラ』っていうのが4日間ありますけど4日間で、えー、それぞれ、えー、乃木坂のね12年の歴史を振り返っていくっていうことでデイワンからこう年,々年,年別に。えー なっていくっていうので Day4 がね2021から2024っていう形になっていましたのでまあ現在っていうことになってましたのでまあ初披露あるのはおそらく Day4 になるんじゃないかなと思います Day4 なんで3月10日ですね、えー、に初披露あるんじゃないかなっていうところでまあねその『1 2 t h b u s ラーのね特設サイトとか見てもこの Day4 が2021から2024ってなってるところでもまあおそらくあるんだろうなっていう初披露あるんだろうなと思いますまあ単純に現在っていうところでね、今 2024年なんでっていうところあると思いますけど2024年の曲もやるよっていうことなのかなみたいなねえところもありますしシンプルにこの今回の35枚目シングルを初披露する場としてはちょうど良すぎるというかぴったりすぎるしなんかこのいいじゃんね12スーパースラーでさ。 の,坂の歴史を振り返っていっててい最後、ね、新たなシングル披露しますよっていうのが流れ的にもめちゃくちゃいいじゃないですか『トゥエルブス・バスラー』のこう一つのライブとしての流れもとしてもさすごくいいのかなと思うので、まあ、これは可能性高いと思いますし、えー、初披露してほしいなと。まあ初 じゃななないい可能性もあるのかなわかわんないけど、まあ、でも、初披露の方がね、こうより盛り上がるというか、になると思うので、まあ、時期的にもやっぱ初になりますよね、披露されるとしたら、初披露ね、えー、熱いんじゃないかなと、あるんじゃないかなと思います。そして、ラスト5つ目が、個別見いぐりか一部リアル見いぐりにということで、まあ、これはね、正直可能性としてはかなり低いのかなと思うんですけれども、まあ、今はね、個別見いぐりっていうのは、すべてオンライン6日間でありますけれども、てオンライン でやっている状態なんですけどもまあ、<laughs> そこ関係ないのよ別に年に年なっったからって,言ってね、えー、まあこの35枚目シングルで、まあ、一部がこうリアルミーグリまあ、リアルミーグリっていうのは今ね全国イベント CD 買って、えー、それでゲットできる県で応募できるいう全国イベントがリアルミーグリ2日間ね、えー、今ありますけれども、まあ、それが個別ミーグリが一部こうリアルミーグリになるとかっていうのは、まあ、なくはないのかなっていうところで、えー、まあ、もともとはね個別握手会っていう形で やってて、まあ、そこから見グりになってっていうことなので、個別見グりが一部、まあ、半分まではいかなくてもね、1日2日とか、リアル見グり6日間あるうちね、えー、なるとかっていうのがどうですかね、ワンチャンあるかなっていう、まあ、ただやっぱり、まあ、全国イベントの方もそうですけど、オンラインの方が参加しやすいっていう人もたくさんいると思うので、まあ、これが今後ね、オンラインが全てなくなるってことはもう絶対ないと思っているので、えー、まあ、その一部がリアル見グりになるみたいなあところは、まあ、ただこ、個別、 積みぐりは厳しいいか分かんないけど、ね、でももしかしたらあるかもしれないな程度でね、まあ、これは可能性はめちゃくちゃ低いんじゃないかなとまあ通常どおりというか普通に35万ルも全部オンラインって可能性は高いと思いますけどもしかしたらあるかもしれないよということでね上げておきたいなと思います。 はいといととうことで今回は35枚目シングルで起こりうる5つのことをやっていったんですけれどもいかがでしたでしょうかまあやっぱこの35枚目シングルっていうところでいうと『12スバスラ』ですよね『12スバスラ』での初披露っていうのがあ一番こう熱いというかね <laughs>、えー、あるんじゃないかなと思うし、まあ、あとはねそのマイシングル他にはねマイシングルにも言えることというかあ、まあ、センターだったりとかあ、ね、アンダーライブ開催だったりとかっていうところなんですけどこの35枚目シングルっていうところでいうとやっぱ『12スバスラ』での初披露これはねかなり可能性高いんじゃないか かなと個人的に思っっててるのででまあチケット持なないんですけどもね, <laughs> ねーなおさら D4 行きたくなったよねっていう感じなんですけど今回はこんな感じで終わりたいと思いますまあ、最初にも言ったようにねぜひ皆さんが35枚目シングルで起こりうるうーそうな起こりそうなことあ何かありましたらコメント欄で書いていただけると嬉しいなと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします Twitter と Instagram もやっておりますので概要欄からフォローしていただけると幸いですバイバイ